428、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、やってまいりました。最後の、なんだっけ、バッドエンド。バッドエンドが出てこなかった。バッドエンドです。浦原宿のラビリンスまで頼む。まあ、この、どこまで行くかっていう、やつで、まあ、どれ選んでもいけるのかなって思ってたんだけど、これだけは、バッドエンドに行くらしくて、まあ、テンドじゃないか。別のなんか、ミニゲームみたいなのが始まるらしいんですよね。やってみよう。浦原宿のラビリンスまで頼む。ラビリンス。迷宮のこと、転じてわけわからない、複雑回帰なという意味もある。南川とあなたがこれから向かう先も、はっきり言ってわけのわからない場所だ。しかし、どんな迷宮でも努力をすれば必ず抜け出せるのである。必要なのは、根気と知恵、そしてこまめにメモを取ることだ。検討を祈る。メモ？浦原宿のラブリンス？君塚が眉を潜めた。どうしたんだ？いや、なんでもありません。さ、早く乗ってください。緑川たちがタクシーに乗るなり、君塚は渋谷の裏道を爆走した。タイヤがきしむ音とともに後部座席が激しく揺れる。めちゃくちゃにも程がありますね。異常識な運転が許されるなんて、片山が、日本でこんな異常識な運転が許されるなんて、片山がドアのガラスに頭をぶつけながらつぶやく。こんな状況だというのに、千尋は必死に、原稿と格闘していた。カチャカチャとキーボードを叩く音が車内に響く。あ、千尋じゃねえ、千秋か。千秋どうだ？もうちょっとです。真剣な顔してモニターを見つめている。ところでお客さん、そのラビリンスに何の用があるんですか？君塚がちらりと緑川を見た。ちょっと取材でね。KOK っていう連中のたまり場になってるらしいんだ。KOK に取材ですか？あんまり関わりにならない方がいいと思いますけど。どことなく君塚の態度がおかしかった。タクシーの運転手の情報網は KOK の動向も掴んでるのか。もともとは自警団みたいな集まりだったんですよ。でも最近は悪い噂ばかり耳に入ってきますね。サラ金の連中も似たようなことを言っていた。これは相当な覚悟を決めなくてはならないようだ。そんな連中相手にどうやって取材をするんです？片山が口を挟んできた。お前に心配されるまでもない。もちろん策ある。ほう、その策とは？秘密だ。ピシャリと言うと片山は馬鹿にするように笑みを浮かべた。どうせ大した策ではないと思っているんだろう。緑川は隣の千秋を見た。原稿に集中していて、こちらの話は聞こえていないようだ。いくら仕事とはいえ、そこまでしなくてはならないんですか？君塚は不安そうな声を出す。そこまでするさ。緑川の脳裏には、遠山の顔が浮かんでいた。せっかく遠山がやる気を取り戻したんだ。絶対にヘブン出版を潰すわけにはいかない。まだまだ遠山には高い壁でいてもらわないと、ライターをやっていても張りがなくなる。お前はずっと遠山の背中を追いかけてきた。憎たらしいと思いながらも、彼は目標とすべき先輩であった。だから情けない遠山の姿は見たくはなかった。いつでもどこでもどんな時でも、俺流を貫き通してほしい。もっとも、そんな思いを口にすることは一生ないだろう。照れくさいし、格好が悪い。仕事として引き受けた以上は 100% ベストを尽くす。それがプロってもんさ。あんたもそう思うだろう。思いますね。ただその 100% というのは限られた時間の中で発揮するものです。残り時間は51分30秒。考慮時間には一切の変更なし。そこのところはよろしく。時計を見せながらさっぱりとした口調で言った。その途中、時計をぶち壊したい気分だ。時計を壊しても時間は止まりません。頭に来て思い切り睨みつけたが、片山は平然とした様子を崩さない。このマイペース人間をギャフンと言わせるには、きっちり時間通りに考慮するしかないようだ。しかしだ。残り時間51分のうち記事を書くのは、各時間として30分欲しい。となると、実質は20分程度しか残っていない。君塚の運転するタクシーが急ブレーキをかけて止まった。緑川が驚いて前を見ると、ワンボックスのワゴンが蛇行している。おいおい、あの車、こっちに向かってくるぞ。大丈夫。任せてください。君塚は冷静なハンドルさばきでワゴンを避けた。ワゴンとすれ違うとき、何やら冷たい風が吹いた。なんだあれ。さあ、とにかく先を急ぎます。
君塚は素早いシフトレバーを、素早くシフトレバーを操作し、アクセルを思い切り踏み込んだ。ここです、お客さん。目の前には、寂れたブールバーがあった。だから目的地に着いたようだ。助かったぜ。緑川は、君塚の肩を叩いた。あれ？でもインフェルノに結局ついてんだよね。君塚が心配そうに言うと、緑川は小さくうなずいた。あれ？え、え？何に気をつけるんです？あれ？でも一緒だよね、ここね。ここ読んだってことだもんね。てかさっきのとこ読んだけどな。考慮時間を言われて、はい。30分引いてる。残りは19分。どんなに相手が危険であっても迷ってる時間はもう1秒だってない。覚悟を決めてタクシーを降りると、ブールバーに向かって歩き出した。ふう。薄汚れたドアの前に立つと大きく深呼吸をした。よし。気合を入れると思い切りドアを足で蹴破った。なんだ？ここは。いえー、ラビリンス。ここ、そこは真っ暗な空間だった。ウィザードリーみたいになってんじゃん。奥の方から冷たい風が吹いてくる。その風に乗って、獣のうなり声のようなものも聞こえてきた。どうやら、ダンジョン、ダンジョンじゃねえよ。いや、これくらいは予測していた。すごいな。で、このダンジョンっていうか、この、ラビリンス？なんか3つエンドがあって、それで、それを見た上で諦めるっていう選択肢をすると、バッドエンドらしいんですけど、1個、私がね、ちょっとだけ、やって、っていうか、まだ完結してない、ゲームがね、1個ありまして、今引き層っていうゲームがあるんだけど、そのエンドがあるらしいんで、とりあえずそれだけ見ようか。他はね、ぜひ買ってみてくれ。なんか、持ちエンドと壁エンドっていうのがあるらしいから。緑川はポケットからマネ筆を取り出した。持っていても装備しないと効果がないからな。マネ、なんでそんな RPG 風なんだよ。マネ筆をぐっと、右手に握りしめると、緑川は闇の中へと一歩踏み出した。分岐点か。うわぁ、RPG。しばらく歩くと道は左右に分かれていた。そして目の前には意味深な看板。緑川はその看板に書かれた文字を読んでみた。正直者は嘘をつかない。嘘つきは必ず嘘をつく。一人は正直、二人は嘘つき。たった一つの真実見抜く、その名は名探偵コナン。ほう、真実を見抜けか。燃えてくるじゃないか。緑川は、これでも、真実を見抜くって言われてさ、どっちかって分かんなくない？とりあえず右。ひんやりとした通路を通り抜けると6畳ほどの広間になっていた。うわ！緑色の猫が、これ雑に色変えただけじゃない。首から白い缶も、白い板をぶら下げている。私はヒゲ生えています。何のことだ？緑川が尋ねると、緑色の猫は得意げににやりと笑った。ヒントだよ。そいつにはヒゲが生えているんだ。うん、なるほど。こうしてヒントを聞いていって最後にその正体を言い当てればクリアなんだな。おっと、質問は受け付けないぜ。ここに書かれていることが全てだ。さ、先へ進め。戦ったりはしなくていいのか？そんなことはしない。痛いのはごめんな。ただその代わりと言っちゃなんだが、緑色の猫が声を潜めた。嘘をつく奴がいるんだ。嘘？ああ、青い猫は嘘つきだ。本当のことを言ってるのは緑の猫だけさ。青い猫は嘘つき。わかったら行け。青い猫の話は信じちゃダメだ。でも青い猫は緑が嘘つきって言うんだろ。どうせ。あばよ。それだけ言うと緑色の猫は通路の奥へと走り去っていった。緑川は後を追うようにして先へ進んだ。突き当たりの床にぽっかりと穴が開いていた。はしごがある。他に進めそうな道はない。どうやらここを降りるしかないようだ。長いはしごを下りきると、また通路が伸びていた。目を凝らしてみるが、暗くてどこまで続いているかわからない。今ならまだ引き返せるが、ここまで来て後戻りをする緑川ではない。
すごいな。仕事熱心というか、バカというか後ろを振り返ることなく歩を進めた。しばらく行くと道が左右に枝分かれしていた。緑川は、ほーん、あれ？左右か。え？これでもなんか、俺が見てるやつにはまっすぐ行けって書いてあるんだけど右に行こうか、じゃあ。あ、しまった。間違えてる、俺。こんにちは。赤い。私が走るのが早いんです。一本道を進んだ先の小屋に、今度は赤色の猫が待ち構えていた。さっきと同じく首から板をぶら下げている。そこに書かれているのは、私走るのが早いんですか。緑川はその言葉を手のひらにメモした。覚えましたか？覚えましたね。じゃあ、僕はこれで。ちょっと待て。赤い猫が去ろうとしたところを緑川が呼び止めた。さっき緑色の猫に言われたんだが、青い猫は嘘つきらしい。そうですか。で、お前はどうなんだ。僕は本当のことしか言いませんよ。本当か？信じたくなければ信じなくてもいいですけど。じゃあ僕はこれで。本当のことしか言いませんよっていうのが嘘だったとして、まあでも嘘はつけるのか。嘘はつきませんよっていう嘘はつけないってことか。赤い猫はたるんだ腹を何度も両手で持ち上げながら足早に去っていった。緑川は後を追うって言いづらくない？後を追うようにして、先へ進んだ。また降りるのか。はしごがある。先に進めなさい。下りますけど。長いはしごを降り切ると、また通路が伸びていた。目を凝らしてみるが暗くてどこまで続いていいかわからない。一緒だね。そろそろ引き返した方がいいような気がするが、ここで帰っては男が立たない。緑川は後ろを振り返ることなく歩を進めた。しばらく行くと道が左右に枝分かれしていた。緑川は、ここで左か。殺風景な通路を延々と歩いていくと小さな部屋に出た。あら、猫ちゃんいないね。しんと静まり返っている。ん？ここには誰もいないのか。周囲の暗がりに目を向けるが、何者かが潜んでいる様子はない。誰もいないのなら仕方ない。緑川は先へ進むことにした。待ってください。後ろから声がした。赤い。私の足は4本です。すいません。お待たせしました。赤い猫が駆け寄ってきて緑川の前に立った。ごめんなさい。走るのは苦手なもんで。赤い猫は、ぼってりとした腹を両手でタプタプと持ち上げながら微笑んだ。どうも、正直者の赤い猫です。初めての人には初めまして。前に会ったことのない人にはこんにちは。実況者みたいだ。今の実況者でもあんま言わないか。なんか一昔前の実況者これ言うよね。会ったか会ってないか覚えてない人にはいいお天気ですね。と無難な挨拶。緑川は白い糸に書かれた文字を読んだ。私の足は4本です。と。その文字を書き取ると、緑川は赤い猫の脇を通って通路の先へ向かおうとした。え、もう行くんですか？赤い猫は緑川を呼び止めた。ああ。もうヒントを見たからな。もうちょっとゆっくりしていきませんか？なぜだ？何か問題でもあるのか？いえ、そういうわけでは。ああ。あれだろう？しんどいんだろう？また多分赤猫が出てくるんじゃないよ。そのわけは赤い猫が大きな頭と腹を抱えながら追い抜いていった。休みたかったんだね。突き当たりの、ああ、一緒か。また、こんな降りたら、ダメでしょ。無駄に長いはしごの下には、案の定細長い通路が伸びている。もはや引き返す気などない緑川は、迷いのない足取りで奥へと進んだ。お！十字路。しばらく行くと、道を3本に枝分かれしていた。これ、あれだな、本編の時にやりたかったな。右の通路から風が流れてきている。緑川は、まっすぐ進んど。もう来ちゃったんですか？赤い猫はぜいぜいと息を吐きながら立っていた。
緑川は白い板に書かれた文字を読んだ。私はアフリカで暮らしていますか。ご安心ください。赤い猫は本当のことしか教えません。なんか苦しそうだな、あんた。あ、いや、あ。赤い猫は咳き込んだ。まあいい。先を急ぐとするか。緑川が、通路の先へと進もうとすると、赤い猫は慌てて道を塞いだ。なんだ？いえ、別に。そこをどいてくれないか。どうしてです？どうしてもこうしても俺は行かなくちゃならないんだ。ならないんだ。どちらまで？この先だよ。そうですか。赤い猫は残念そうな表情を浮かべ、チッと舌を鳴らした。舌打ちをするな。今、舌打ちしたよな。とんでもないです。赤い猫はブツブツと何かをつぶやきながら、緑川の方を何度も恨めしそうに振り返りながら走っていった。緑川は後を追うようにして先へ進んだ。また床に穴が開いている。はしごを使うのも面倒になってきたので、緑川は、その穴に飛び込んだ。危ないって。体操選手がフィニッシュを決めるように、緑川は見事着地した。数十メートルは落下したんだろうか。いやいやいや、着地できないでしょ。しばらく行くと道は三方に枝分かれしていた。右と左の通路からは猫の鳴き声のようなものが聞こえてくる。え？緑川は前に進んだ。猫の鳴き声のしない道を歩いていくと、いきなり視界が開けた。あ！今引きそうだ。なんだ？ここは。あたり一面に咲き乱れる黄色い花。その向こうには古びた屋敷が立っている。こんなところに人が住んでいるというのだろうか。いや、そんな馬鹿なことがあるわけはない。ここは地底の奥底なのだ。幻覚？違う。目の前に広がる風景は間違いなくリアルだ。夢や幻なんかとは明らかに存在感が違う。行くべきか。いや、行くしかない。緑川は引き寄せられるようにして、その屋敷に向かって歩き出した。うわ、ムービー怖え。入るのか。門がきしみ上げてゆっくりと開き、緑川を迎え入れた。失礼しますよ。やっぱり誰もいないよな。ん？なんだあれ？あ、ちょっと。おい待て、なんだよ急に。え？あなたは誰？って？俺は緑川だよ。こらやめろ。来るな。来るな。ふく、うわ。の？ギャー。長い悲鳴がこだましたが、門が閉じる音とともにそれも途切れた。その後、緑川の姿を見た者はいない。ダンジョンの入り口、あ、これこれ、これを選ぶと、あれらしい。バッドエンドらしい。もう寝る。お、びっくりした。青もいる。ちゃんと。これ色調変えただけだろう、上の白いとこ。お疲れ様でした。はい。はい、これでラストのバッドエンドを見たらしい。はい、ということでじゃあこれで次回、一番最初に見たのが新エンドだそうなので、ノーマルエンドを見ていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。